はい。では、えー、12月4日の、えー、クリスマスアドベントリーディングしていきたいと思います。皆様3日はどうでしたでしょうか ?3 日のカード覚えてらっしゃる方おられますかえー、っと、ルノルマンは棺でしたし、 です、えー、の逆位置もタロットの方で出てましたし <laughs> なんかあとあーソードの10も出てましたねあの3立てでまあ死を表すようなカードが出てたので 何とかやり過ごしてくださいとお伝えしましたが、とてもとてもやり過ごせる日にはなりませんでした。何たるうっかりミスの連続、朝から晩までうっかりミスの連続で、えー、自尊心を喪失するようなことが起こりましたね。 とてもとてもやり過ごせる日ではありませんでした。やっぱりね、シンクロで3枚とも、まあ、同じようなカードが出るというのは強いメッセージ性があったので、本当に要注意日となってしまいました。まあ、こんな日もあるのですね、という感じでしたね。 まあ週末直前で気の緩みが出やす、出がちだった日だったんですがそういう時ほど気を引き締めてやはり棺や騒動の銃ですが出た場合には気を引き締めていこうと思い立ち反省した日でありました。 まあ、あの前向きに考えると、まあ、自尊心を崩すような試練が三立で訪れた時に、えー、びくともしない自尊心を持ちたいものですね、えー、揺さぶりというのはどんなねあの人間である以上 人間を卒業するまでは続くものでありますしまあそんなね仕事のほんとしょうもないことなんですよ過ぎてしまえばねそんなことでいちいち自分の自尊心を傷つけていればどんどん魂の成長は遅れを取りますし。 まあ細かいこと気にせずいきましょう。どうせ細かいミスなんですから、そんな重大な何かを引き起こしたわけでもないし、まあそういう気の緩みが大きなミスにつながらないために気を引き締めるのは必要悪でありますけど、 まあ、その、怒ってしまったことは怒ってしまったこと、自尊心は自尊心で切り離して考える必要がある日となりました。もうしばらくあんなカードは見たくないです。はい。では、えー、っと、今日4日ですが、今日1日どんな日だったか見て、 で、明日どんな日になるか、えー、お相手様との関係性を中心に見ていきたいと思います。最後には、えー、今日4日なんで3日のアドベント、もうまだ未開封なので、えー、最後にアドベントカレンダーの開封もしていきたいと思います。はい。今日はどんな一日になりましたでしょうか 見ていきましょうなんか風が強くって午前中寒かったんですよねはいあなたの方が教皇のカード出ていますねお相手様ですが星のカードが逆に出ましたこれ清水玲子さんのタロットカードなんですがいいですね 人魚ですね。人魚の星のカードとなっています。うん。お相手様の方では今日一日はあなたのことを少し思い返す日、時間もあったのかな。でもそれは こう、離れてしまった距離を感じるような一日であったようです。あなたの方ですが、えー、昨日はですの逆位置でしたが、今日は、えー、再生ですね。 うん、死と再生の再生自尊心の復活を表すカードが出ました。なんか V、数字の5っていうより V が飛び込んできて BTS で素敵な顔立ちの、えー、世界一ハンサムな顔に 何度か選ばれているテテさんの顔に少し連想が及びました。いいですね。そうそう、テテさんの、えー、カードアイドルカードみたいなの買いました。300円ぐらいで。 まだ届いてないんですが楽しみです。アイドルのプロマイド買うのすっごいあの人を定めて買うのは初めてです。あの小学校の頃に駄菓子屋さんでなんか10円とか30円とかでいける野球カードのアイドルバみたいなの。 は聞いたことありましたが確か菊池桃子さんとか女の子のアイドルが出てた気がしますが、えー、自分でまさかねえいい年になって、えー、アイドルのブロマイドを買うなんて日が来るとはまさか夢にも思いませんでした。なんか いいですね。生徒手帳に好きな人の写真入れるようなそんな気持ちで楽しみに待っております。お財布の中にもねちょっとそういうの入れる場所があるのでこう無意識化で誰かの写真入れたくなったのかなまあそうして日々楽しみを見つけながら。 生活しています。はい。そんなお二人の間の関係のルノルマンは今日は、ああ、いいですね。お互いのことを考えてる瞬間が一致した時間があったよかもしれないですね。あなたも はるか上空に思いを寄せておられますしあなたの思いがお相手さんに届いたのかなちょっとね2人とも切ない表情で離れてしまった距離空いてしまった距離を少し残念に思うような距離を 感じるお二人ではありますがひょっとしたら同じ瞬間にお互いのことを考えて思いが通じ合った瞬間があったのかもしれないですねどちら発信かなお相手様かな数字の大きさで見るとお相手様ですがあなた のカードは正位一ですしあなたは確かに今日お相手様のことを思っていらしたのであればその気持ちはあの時空を超えてお相手様のもとに届いていますよというふうにカードが出ていますねお二人の気持ちが今日は一致する時間瞬間があったようです はいではトランプの方でお二人の明日のご関係性の方を見ていきますまずあなたワンドの九。ワンドのなんだろうねやり やらないといけないことがあるのかなそれかあの前からやろうと思ってたことを明日片づけようとされてますね。もう12月入ってきましたしね年末の大掃除もう週末ごとに段階的に。 えー、徐々にこなしていくと、ゆっくりとしたクリスマスや年末を過ごせますしね。なんか、大掃除、お寺でも大払いされますよね。たすきがけした人のイメージがワンドの9から湧きました。はい。お お相手様の方、カップのナイトが出ましたね。今日はやはりあなた、明日もか。明日も、え今日を通じ合える瞬間があったということで、お相手様も結構そういう直感に優れた日であったのかもしれないですね。あ、そうか、今日、手田の新月でしたね。また一つ。 あの星巡りが切り替わる時期でありました女性の方はねちょっと新月付近はイライラしたりする時もあるんですが男性は如実に満月に向かって血液が上昇したり血液量が増えたりするらしいんですが女性の方は新月の方の影響を結構受けやすい とと聞いたことがありま,す、うん、まあそういった星回りの影響でお相手様のも直感が優れていてあなたの思いをキャッチされた。で明日も引き続きあなたに思いを寄せているお相手様の姿が。 出ましたね。よかったですね。そんなお二人の関係は、ソードのエース。強い思い。お互いの強い思いが、今日つながりあったお二人の思いが、明日は一つのソードとなって、 お二人の間を貫いていてるようです。それに対して少しあなたが、まあ、身の回りのことをしなければいけないということも絡んでいるんでしょうが、えー、その思いに対しても少し身構えてしまっているような感じが出ていてちょっと面白いですね。な、うん、なんだなんだだ 日頃、お相手様のことを一方的に考えておられる、まあ、ご自身で片思いであると感じられていた思い込みの中で、お互いに思いがふっとつながり合う瞬間があって、 それに対してちょっと戸惑いを隠せないようなカードが出ていますね。うん意外とお相手様はあなたのことを考えられているようですよ。いやよかったですね。はい。週末にいいカードが出るととっても嬉しいです。 では、そんな明日のお,お二人の思いの強さのカード見ていきます。はい。おー、タワー。うーん。なるほどね。うーん。あなたは、 お相手様に対する思いが少しずつ自分の手から離れていってしまうようなまああのー、お会いできていらっしゃらないのであれば面影を少しずつ忘れて 行くような過去の楽しかった記憶が少しずつ過去の波にさらわれて少しずつほどけていくようなそんなカード思いが出ましたね。うーんあなたはひょっとして このままご自分の思いを少しずつ風化させているのかもしれない。新しい出来事がなければ過去に起こったことは少しずつ風化していきますよね。そんな風にカードが出ています。で、お相手様の方ですが お会いできていた頃は確かに運命を感じることがあったと。でも会えなくなった今はその確信が少しずつ薄れ始めていると。ちょっと儚さの残るカードが出ましたね。星のカードも。 脚位置だったので離れてしまったあなたとの距離をお互いにふっと思い出す瞬間があったようですあのー、記憶から消えていく前に忘れるためにふっと健在意識ではとっくに忘れていたと思う方 が突然消えていくために夢の中に出てきたりしますよねそんな風にお互いのことをふっと思い合う瞬間があったようですまあそればっかりはね無理にご関係性を進めようとしてもやはりあのー 自然からの応援がないとなかなか順調には進まないものですまあよっぽどの強い意志があってお互いに確信を持てたら進展もあるでしょうがなかなか どちらかが動き出さないと。恋の発展というのは厳しいものがありますね。はい。まあ、今はそのタイミングではないとお相手様も考えておられるようですし。まあ、あなたはあなたで。するべきこともあるようですし。 そのことを優先して終わらせる時間という風に出ていますねはい、えー、ではお待ちかね3日のチョコレート開けますこの太ったラビット今日も おやつを食べすぎて、あ、今日丸じゃないな。今日もおやつを食べすぎて、お腹いっぱいですが、この形はひょっとして、何かをかたどっているのかなんお、スノーマンかな雪だるま 雪だるまのカード出ましたね。<laughs> ちゃんと絵柄とチョコが合ってて嬉しいな。なんか <laughs>、でも、絵柄と違って、あの、布袋さん、七福神の布袋さんみたいなチョコレート出ましたね。いただきます。<laughs> 七福神の布袋さんのようなチョコレートでした。 はい、でもう今日4日なので4日も開けちゃいます。ねえサンタさんとクリスマスのクッキー作ってますね。ジンジャー。ジンジャー入りかななんでクリスマスのクッキーってジンジャーとかスパイス入ってるんでしょうね。 はい、四日は何でしょうか。四日のチョコは、んろうそく。あロろうそくはろうそくでも、お城の、これヒイラギーの葉っぱかなが強調されたチョコレートとなりました。うん。 いただきますうんほんとチョコレートが美味しいんですよねうん明日のチョコどこかないつか8日見つけたあいつかあったサンタさんの手元ですねこれイタリアのチョコレート かなドイツかドイツのチョコレートでしたここに並んでいるイタリアのお菓子の甘農林のようなお菓子がとても気になりますドイツだから普通にコルネだったりするのかなドイツにもカ甘農リ的なお菓子があるんでしょうか うん。もう、12月も4日まで進んできました。12月のルノルマンカードの4日は、何のカードが出てたかな ?3 日はね、時計のカードだったんですよ。4日の土曜日は、 何のカードが出てたかなあ、思い出した。ブックですね。今日はやはり秘めた思いがお互いに通じ合った瞬間があったようです。お互いに秘めた思いを感じているのでしょうね。はい。ではまた、えー、明日、 5日の分は今日カード出しましたのでまたあさってにリーディング2日分できるかなと思います。ではまた以上です。